はい、マノチです。よろしくお願いします。クロスキーパーズやっていきましょう。クロスゲートで Z ランクのご飯を作ろう。で、全然ご飯のクロスメモリーが出ねえんだよな。みんな出る？すげえ苦労したわ、4枚集めるのに。4枚突っ込んで、これはミッションのやつですね。出現率大アップ、これを使いましょう。キャラクターの出現率が大アップなんで、これは使わなくていいんじゃないかな、キャラ出現は。で、地球人、地球人、地球人、2枚突っ込んで、即属性のキャラクター出現率アップぐらいでいいんじゃないかな。失敗したくないな、失敗したくないな。これ使おうかな。いや、多分出る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 、これで出る、これでいってみよう。出るから、きっと出るから、いくよ、24時間来いよ。いや、いいね、いい演出入ってるね。ここでこういな、よし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 、24時間来たね。これでご飯だべ。オッケー、いいよ、よし。で、クリリンも作りましょう。クリリン迷うのが、ソウル欲しいんだよね。技属性はもう Z ランクベジータ作ってるから、とりあえず間に合ってんだよね。ソウルが欲しいかな。で、確かソウルはサイヤ人編なんだよね。確認しよう、確認しましょう。これはちょっと確認した方がいいな。確認せずにやるのは怖い。確かサイヤ人編、ここでは見れないのが、あ、出る、出てんね。サイヤ人編ですね。サイヤ人編なので、サイヤ人編のクロスメモリーがあるので、それを突っ込みましょう。とりあえず4枚突っ込んで、サイヤ人編でしょ。で、ソウル出現で余してもしゃあないんで、これでクリリンの出ると思う、信じたい。24時間来い。うーわー、ちょい待ってくれ、15分ってマジかよ、マジかよ。いや、もうこれはもう高速完了できないから、さすがにもったいないから、ちょっと一回カットします。よーし、開きますよ。15分経ちました。いやー、引くわー、クリリンが。いやー、せっかく手に入れたクリリンがさー。いや、今ね、ちょこっとやってたらまたクリリンは手に入ったんだけど、2枚なんだよねー。これじゃどうしようもないよなー。なんとか強引に作れないか。これ突っ込んで、キャラが出来上がるよね、きっとこれだったら。いや、行こうか、行こうか。多分キャラが出来上がっちゃうと思うんだけど、うわ、ちょっと待って、稲妻の演出も入んない。あ、24時間だ。ソウル来い、まあ、キャラでもいいんだけどさ。やっとソウル来た、マジか、こういう感じで来るのか。やった、嬉しい嬉しい、半端なく嬉しいわ。はい、ということで、まあちょっとね、こう百発百中での成功にはならんかったけども、Z ランクご飯キャラと、クリリン Z ランクソウル無事にゲットできました。だ、クリリンの Z ソウルに関しては一発目のやつのがね、いきそうなもんだけどね。まあ何にしてもできてよかったです。では、終わりましょう。終わり、バイバイ。